紀の国紀南は、紀の国の南部である。紀南地方、紀南地域、紀南エリアなどとも呼ぶ。室、あるいは、熊野と、ほぼ一致する。紀北と紀中に、あるいは紀北に対する。古い地名ではなく、紀北、紀南の書室は1916年である。ただし、一つの地域として呼ぶことは少なく、和歌山県と三重県のそれぞれで県土の一部を紀南と、呼び。 県外は考慮しないことが多い。それでも、両県の紀難は、県境でもある熊野川で接している。南紀とも呼ぶが、南紀徳川文などの語でもわかる通り、本来は南紀とは、紀の国の別名である。競技には、旧西室郡東室郡が紀難である。この場合、和歌山県全体は、紀北、紀中と3分されるか、紀北と2分される。 なお2005年より、日高郡流人村が、田辺市流人村となっているので、この地域も含まれる。抗議には、旧日高郡を含む。この場合、県全体は、北と2分される。より広く、有田郡、海南市、海藻軍、君の町を含むこともある。県全体は2分される。逆に競技の場合より狭く、旧東室郡に限ることもある。 県全体は3分されるか、より細かく分けられる。東紀州。南西の三市町が紀北。東紀州が南北に2分される。旧南室郡が紀南である。ただし1953年に南室郡南林内村が大瀬市の一部となったので、その地域は除外される。三浜町には三重県立紀南高等学校がある。 県の生活創造権では、熊の生活創造権とされる。三重県は、東、紀州など5地域に分けることが多いが、紀北、紀南など7から10地域に分けることもある。ありがとうございます。